皆様こんにちは、うめぼうの鶴野浩一です。今回振り付けにあたってインドポップスを使用するのですが、我々うめぼうは基本的に J-POP を使用して普段振り付けをさせていただいておりまして、今回インドポップスとなっておりますので、一番大事にしたいのは、ダンスでどれだけシーンを伝えるかということを一番大事にして振り付けをしたいと思います。インドミュージカル、インドポップスを、使用した作品となっておりますので、大変こう賑やかで感情豊か、見終わった後に必ず心が豊かになるので間違いなしです。ぜひご来場ください。